貝塚は大盛りになかった。いろいろと、なんか怪しい大盛り貝塚。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。本日は JR 線の大盛駅に来ています。大田区で有名な繁華街のある蒲田の隣駅ですが、大盛も駅前に飲み屋街があります。飲み屋も気になりますが、やはり大盛といえばこれですよね。日本の考古学発祥の地。義務教育を受けていれば必ず日本史で習う。しかも縄文時代なので初期の頃に教わる貝塚です。大盛には大盛貝塚があります。ただ貝塚があったのは大盛ではなかったんだとか。こちらは大盛貝塚遺跡庭園ってところです。大盛は大田区ですが、公園があるのは品川区です。大盛駅は大田区と品川区の区境にあり、少し歩けば品川区になります。貝塚遺跡庭園となっている通り、ここに貝塚があったそうです。こちらには銅像があります。この人はエドワード・モース氏。この人が大盛貝塚を発見したそうです。モースは1838年生まれのアメリカ人で、動物学者でした。モースは腕足動物の研究をしていましたが、アメリカでは生息数が少ない地域でした。そのため研究が思うように進まなかったのですが、日本に多くの腕足動物がいるって情報をキャッチ。日本に行けば研究が進められるため、お金を貯めて1877年に渡航しました。降り立ったのは横浜。腕足動物収集許可をもらうため、鉄道に乗り東京の文部省を目指しました。1872年には日本で最初の鉄道が開通しており、横浜、新橋間を約1時間で走行していたそうです。開業当初は横浜の次は神奈川、鶴見、川崎と続き、品川を通過して新橋までのルートでした。大森駅ができたのは1876年。つまり大森駅ができてから1年後でした。現在の大森駅はだいぶ内陸になっていますが、その当時は埋め立てられておらず、海までの距離は700メートルほど。どこか懐かしい潮の香り。車窓から望めば目の前は一面の海。風光明媚な場所だったのでしょう。モースも日本の景色を眺めていたんでしょうね。そんな時に偶然にも貝塚を発見したそうです。これが大森貝塚発見の始まりです。これが貝塚です。セメントに貝殻を散りばめました感がしますが、こちらが日本の歴史を紐解く鍵なんでしょう。マジでなんだかわからない。その当時の日本に考古学はありませんでしたが、モースによりその学問が開かれたそうです。ちなみに石器時代を縄文と呼ぶようになったのは、大森貝塚から出土した土器に由来しています。もともとモースは動物学者だったようですが、日本に渡ったら考古学者になったようです。第一人者になって名が売れたのでしょう。こちら、大森貝挙の碑です。場所は大田区山王です。こちらには我が国最初の発見と書かれてあります。遺跡庭園から200メートルくらい離れたところにあります。石碑が大田区と品川区で2つあるのです。2つ石碑があるのには理由があるそうです。モースが亡くなった際に追悼を込めて石碑を建てることになりました。しかしそこで問題が発生。大森貝塚って実際どこにあったっけ？日本考古学の基礎を築いた地。これだけ聞くと素晴らしい場所なんでしょう。しかし考古学なんて学問もなく、貝塚はゴミ溜めと思ってた当時の人は、貝塚のあった場所を気にしなかったのでしょう。当事者も亡くなり貝塚発見から年月が経っている。そんなわけで、詳しい場所がわからなくなっていました。なんとなくこの辺りなんじゃないの？ってことで品川区にある現在の史跡庭園を指定。そこに石碑を建てたそうです。それが大森貝塚遺跡庭園となりました。しかしそれに異論を唱えた人がいました。
その人物は理学博士の佐々木忠次郎氏。佐々木氏は学生時代にモースの発掘調査の助手をしていたんだとか。助手が言ってるんだから間違いないはずなんです。そんなわけで、貝塚はここだよってわかるように佐々木氏が石碑を建てたんだとか。それが大田区にあるこの石碑、ここには大森貝塚と書いておらず大森貝挙と書いてあります。どこが発祥か、誰が発案か、元祖や本家みたいなのはどの業界でもあり考古学でもあるんでしょう。言ったもん勝ちってやつでしょうか。その時は発掘当時の資料がなく、貝塚と貝挙どっちが正解かわからなかったのですが、後になって当時の資料が見つかり、品川区にある大森貝塚が正しかったようです。こちらは大森貝塚ではない場所ですが、一度貝塚として認証したからでしょうか。現在も国史跡になっているようです。学術上価値が高いものに対し文化財保護法の規定で史跡指定されるようですが、この場所は学術上の価値が高いどころか何の価値もない場所です。史跡に指定されると文化庁から予算が割り振られるそうですが、果たして貝塚でも何でもないこの場所に税金はかかっているのでしょうか。本来は大井貝塚と呼ぶべきだったのでしょう。そうすればこの騒動はなかったでしょう。しかしその当時大井駅はありませんでした。大井町に駅ができたのは大正時代になってから。つまり大森の次は品川駅だったのです。位置的にも大森駅を出てすぐのところだったので大森貝塚となったんでしょうね。この石碑はビルとビルの狭間に囲まれています。まるで誰からも見られないようにひっそりと。一応看板は出てますが目立たないような状態でした。なぜ助手は嘘をついたのでしょうか。それともただの勘違いだったのでしょうか。その真相は闇の中です。もし嘘をついて発掘位置を捏造したのであれば、何か大きな理由があるのでしょう。っていうより、車窓を眺めてて貝塚見つける。そもそものモースもなんか怪しい感じがします。車窓から景色を眺めてて偶然貝塚が目に入る。これがまずミラクルです。まあ百歩譲ってモースの視力がマサイ族並みだったとしましょう。動体視力もすごい人だったとしましょう。私も動体視力は人より優れている方で、車窓から外の景色を眺めていると頻繁にソープランドの看板を目にします。モースも私と同じ能力を有していたのでしょう。でも普通は海沿いの景色眺めませんか。大森駅の界隈は東側が海、西側は山となっており崖のような地形です。そんな崖を見るより普通海見るでしょ。モースは動物学者です。しかも来日理由は海洋生物の調査です。それなのに海見ずになんで崖を見るのでしょうか。いや、おそらくモースは海を見ていたはず。つまり貝塚の情報を他から入手したのでしょう。エドワード・モースは日本の考古学の基礎を築いた第一人者ではない。確かに貝塚を発見した功績が残っていますが、どうやらモース以外にも日本に来て研究をしていた人がいたそうなんです。その人物はハインリヒ・フォン・シーボルトとハインリヒ・エドムント・ナウマンって人。フォン・シーボルトは長崎にいたドイツ人医師シーボルトの子供です。シーボルトが来日したのはモースが来る8年前の1869年。兄アレクサンダーの職務に付き添いで来日し、外交官の仕事を手伝いつつ考古学の研究をしていたそうです。ナウマンは地質学者でナウマン像の名付け親。ナウマンの来日はモースが来る2年前の1875年。明治政府より地質学の教師として招聘されました。以降10年間日本に滞在し、各地の地質を研究観察していたそうです。考古家であるシーボルトのために貝塚で拾った貝を渡したんだそう。二人はそれにより貝塚研究を始めたんだそう。
時期こそ明確ではありませんが、モースよりも前に発掘調査をしていた可能性がありそうです。結局のところ誰が最初に見つけたかではなく、誰が最初に発表したかなんです。事実は分かりませんが、最初に見つけたのはナウマンなんでしょう。モースは車窓から海を見てたはずです。たまたま貝塚発見しちゃった、へへってのは嘘。ナウマンの手柄を横取りしたのかもしれませんね。考古学に関わらず、現代でも手柄の横取りはよくある話です。結局は根回しをやっているかどうかでしょう。モースは他社に横取りされないよう、東京府に発掘禁止令を出させたそうです。これにより発掘を独占したんだとか。このように根回しをしたおかげで、いち早く発表することができ、日本の考古学の祖として、150年経った今でも崇められています。大森海峡、後の字が嘘にも見えなくない。もしかしたら助手をしていた佐々木氏は、真実を明るみにするため、石碑を建てたのかもしれません。このように大森では歴史を学べます。そして二つの貝塚を見て、もやもやする気持ちが残ったままとなります。私は考古学に興味はないし、貝塚がどちらにあったかなんて、どっちでも良いことです。だってあれ、ゴミでしょ。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。このチャンネルは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。